宮島連絡船は、広島県八日市市の宮島口三橋と、同市五福島の宮島三橋の間を結ぶ、JR 西日本宮島フェリーの航路である。路線名は、宮島航路。鉄道連絡船ではあるが、鉄道線を挟んだ輸送になるものではない。かつては、日本国有鉄道の航路であり、1987年4月1日の国鉄分割民営化後は、 西日本旅客鉄道が運行していた。JR 西日本は2009年2月2日に、新設した完全子会社の JR 西日本、宮島フェリーへ、宮島連絡船の事業を譲渡し、同年4月1日から同社での営業を開始した。分社化の時点で、年間1億円ほどの赤字が10年ほど、継続している状態であった。なお、事業譲渡後も、本航路はこれまで、 通り、青春18切符など、JR グループや JR 西日本本体が運営する特特切符での乗船も可能となっている一方で、宮島連絡船単独の乗車券を緑の窓口や指定席券売機のマルスとポス端末で購入することはできなくなり、指定席券売機の乗車券購入機能で、宮島駅の表記が JR 西日本フェリー宮島に変更されている。 マルス券の表記は宮島で変更されていない。JR 鉄道線との投資、乗車券は鉄道連絡線ということもあり、分車化後も購入可能で、一貫して JR 鉄道線の運賃と航路の運賃との合算だが、JR 西日本直営時代は、山陽、宮島航路の表記だったが、分車化後は連絡運輸の扱いとなり、乗車券の経由表記が山陽、 宮島口に表記が変更された。航路の運行距離は2トル程度あるが、並行する宮島松大汽線との運賃のバランスを考慮して、営業キロを1 0トルとしている。この航路は宮島松大汽線の航路とともに、広島県道43号五福島公園線の一部を形成している。そのため、国鉄時代から自動車構想を取り扱っている。 宮島行きの都線については、江戸時代より二重菓子などから出港していた。1897年9月25日の山陽鉄道延伸に合わせて、広島市在住の実業家早速活動が、赤崎海岸に桟橋を設置。宮島間の航路を開設した。赤崎海岸の桟橋は、 現在の宮島口三橋の始まりになり、その航路が宮島連絡船の始まりになった。1899年6月に宮島有事の共同事業として、地元有志が出資した会社、渡出都合市会社に事業上とされた。翌年に株式会社に組織変更され、渡出都株式会社になった。1902年4月に宮島都港株式会社が建造した。 宮島丸が就航した。1903年に、山陽鉄道が、宮島渡航株式会社の三橋、船舶、航路の一切を、毎週5月8日から、山陽鉄道直営航路になる。宮島駅の駅長が、宮島航路も兼任することになり、汽車と機船の連絡ギップを販売した。同年の7月時点で10往復していた。1905年11月に、 より大型の五福島丸と交代した。山陽鉄道は1906年12月1日に国有化され、間接鉄道航路になった。宮島発は5時45分から22時12分まで、宮島口発は6時25分から22時42分まで運行される。昼間時は15分間隔だが、卓客日は10分間隔になる。宮島口発の便については、 9時台から16時台、前半の便で、五福島神社、大鳥居沖経由便を設定するなどのサービスも行っている。両駅とも、広島県八日市市内に所在産業本線群、島口駅は宮島口三橋から徒歩6分の距離にある。以下の3隻が就航しており、現在では、すべての船を自動車搭載可能なフェリーとしている。また、 7浦丸の3代目の入れ替えを持って所有している。船舶は全て両道船となっている。現在の宮島丸は当初2006年3月15日に就航予定だったが試験航行中に松大気船側の桟橋に衝突したため2ヶ月8日遅れて同年5月23日に就航し、これに伴い旧宮島丸は運航を終了した。 2009年の運送実績は1765,251人番よりで、宮島松大汽線の1596,058人を上回り主位になっている。宮島来場者総数が3464,546人なので、約51%のシェアである。2001年からの実績は、年によっては、宮島松大汽線を下回る年もある。 詳細は、宮島三橋利用状況を確認のこと。当時広島で最大の部数だった、新聞芸備日日新聞の社種であった。書籍によっては、同年6月就航開始とするものも存在するが、その時は届け出を行ったのみの可能性もある。私津株式会社と宮島渡航株式会社の関係について、鉄道連絡船再建会峡を結ぶ動く架け橋、 を訪ねてでは不明としている。ありがとうございます。